空に浮かぶ月よりも明るいこのスタジアム。今晩はワールドチャンピオンズリーグ第4戦、シュバルツ、海外の名門チームとどう戦うのか注目しましょう。対するは戦力的にやや上回っていますマルセイユ FC、 シュバルツ現在1勝1敗1引き分け。ジローラモさんがピッチ上にいます。ジローラモさん、チャオ、こんばんは、ジローラモです。全世界注目の一戦です。観客もサポーターも盛り上がってますよ。地上に選手たちが元気な姿を見せています。それではスターティングメンバーの紹介です。左にエンドを取りますマルセイユ FC、 ゴールキーパーにソン、ディフェンダーはロート、ヘルター、カロツ、アルディ、ミッドフィルダーにブラハ、マニュエル、ダシルバ、ダウフ、ラーソン、フォワードにピエール。ところで選手たちは気合十分といった感じですが、今日は絶対勝つと言ってました。選手たちが元気よくピッチ上に散らばります。間もなくキックオフです。さあ試合開始です。前半20分、ボールはマルセイユ。この辺で流れをつかみたいところです。マルセイユ華麗なパスワークで上がります。鉄壁のディフェンス陣を突破、ゴール前チャンスだ。裏をついた、ディフェンスに当たって大きく跳ね返ります。前半45分が終了、両者ノーゴール。先制点が取れるでしょうか。現在試合はハーフタイムを迎えています。この試合注目の井原、いい形でボールに絡んで攻守にわたってチームに貢献しています。左から右に攻めるシュバルツ、後半はどのような戦術を取ってくるんでしょうか。とっても緊張した試合展開ですね。後半が楽しみです。後半のキックオフです。後半3分、ボールはマルセイユ。ここからどう攻めるか。ここはパスを出す、クラッインターセプト、ボールはシュバルツ、慎重に運んでいき、一旦止まって様子を見ます。真ん中からいった、パスを出した、これは足を狙ったか。ここからではよく分かりません。ファールで止めるしかなかった、あからさまに狙っていますね。この試合は退場になります。これはどういった影響が出るでしょうか。この緊迫した試合展開になっています。直接狙った、枠に飛んでません。コーナーキックでゲーム再開です。カーブがかかっている、ノートラップで合わせた、エクセレントゴール。後半18分、ノリズキ、チャンスを逃しませんでした。今のゴールシーンもう一度、ノリズキ難なく決めました。いやー本当にファインゴールです。うまくフィニッシュまで持っていきました。ところでシュバルツ、世界のトップ50に入りました。さらに上を目指してほしいです。
。やはり手を変えてきました。どうなるんでしょうか。カウンターを使って攻める戦術です。翻弄されています。右に振ります。ダウフ、このボールはディフェンダーがカットします。うまくつなぎます。フォワード陣が上がっていきます。ディフェンス、ここはカット。後半も残すところあと5分。ディフェンダー、これを読んでいました。右へ、中村、ゴール前ワンツーだ。綺麗に合わせた。決まりました。後半41分、見事に追加点を挙げました。今のプレイをもう一度。中山、難なく決めました。ジャストミート、綺麗に振り抜きました。追加点を決めて勝負を決めたい。ここで主審のホイッスル、試合終了です。ご覧いただいた通り0対2、第4戦に見事に勝利しました。各選手、戦術に対する理解が非常に高いレベルになってきています。ピッチのジローラモさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さようなら。